はい、速稼塾の久保です。今日もね、暗号通貨のことを見ていこうかと思います。ビットコインに関しましては600万円割ることがなくなってきましたね。これはいよいよ800万、1000万に向かうための地盤固めかと思われます。先日640万、50万もタッチしたような気がしましたけども、これからも随分とね、ビットコインには強い波動が期待されますね。それから、イーサリアムです。右側のチャート見ていただければわかると思いますけども、イーサリアムとビットコインって非常に似たような形してませんか？これはすごいですね。まあ、似てるからどうってことはないんですけどね。イーサリアムは20万円を超えまして、いよいよ、ディファイのね、威力を発揮するのはこれからだというふうに感じます。それから何といっても3位のエーダなんですけども、急騰しましたね。これね、取引所に上場したんですよ。138円となっております。で、残念ながら日本の取引所になぜかね、上場しないんですよ。エーダほど日本人に好かれてる通貨はないですし、まあ各ね、暗号通貨の取引所もエーダが扱えればどんなに仮想流動性が広まるだろうというところなんですが、まあ誰かのなんかね、息がかかってるんでしょうか。エーダ日本上陸を認めない勢力があるのかなと思います。バイナンスというね、世界一番の取引所も、まあ、日本法人っていう計画を諦めましたからね。本当にしょうもないんですよ、日本の金融庁。真面目に働く人はね、自殺に追い込むしね、公文書を改ざんして出してこないし、それから赤木ファイルってものもあるかないかも言わないみたいなね。いやー、どうなっちゃってるんでしょうね。で、財政法をしっかりと守ってね、国民をどんどん、まあ、貧しくすることに一生懸命な財務省、麻生財務大臣もね、存外だらしない、とってもね、勢いのいい総理経験の財務大臣として、まあ、財務に切り込んでくれるのかなと思いましたけど、アベノミクスの邪魔をして日本を豊かにするチャンスをね、踏み潰してくれましたね。プラス暗号通貨に関しましてもかなり規制を強めていて、当時ね、エーダってのが上場してものすごく値をつけてですね、で、送り人がかなり生まれたんですけども、そのエーダの送り人に対して国税を送り込んで潰しまくったのも、まあ、麻生財務大臣でしょうね。いや、暗号通貨において先進国になるチャンスすら潰してしまったんじゃないですかね。暗号通貨の送り人億万長者が何人生まれたか分かんないんですけども、ことごとく審査を舐めさせられましたね。いやいや、困ったもんです。リップル7位か52円。まあ今日このぐらいいいですかね。特に他はもう皆さんご存知の方だと思いますんで。いや、エーダおめでとう。